皆さんこんにちは。サンイーチャンネルです。イエーイ。本日は静岡県焼津市のラーメンブチャさんにねお邪魔させていただきます。すごいねラーメンなんでね、中で3人で食べていきたいと思います。それでは行ってくるよ。富士そばだっけ。そう、あ、違う、富士そば、富士そばなんだね。あ、富士そばが1キロ。え、赤富士がいいな。今日は赤富士ね。これね、あのバカ豚っていうの食べたいと思う。え、バカ豚これね。あ、それ食べたかった。あ、じゃあ混ぜそばの赤富士で。うん。これでいい。うん。混ぜそばの赤富士。うん。ガーリックと。うん。これなんていうの？魚粉。魚粉。魚粉って感じね。魚粉って感じ。そうですね。これは。フライドオニオンです。あ、オニオン。全部ニンニク入れました。今ね、専務とクッションの。すごいですね。メニューがね、このさっき写しましたよね、さっき、ね。写した。でもね、こういう形になりますね。赤富士とかね。社長がこれ。で、専務がこれ。まず1キロね。専務が1キロです。私がこれ。この3つ頼みました。はい。の赤富士でしょ。そう、混ぜそばの赤富士です。つけ麺が1キロまであって、そう、ラーメンが700まで、バカ盛りっていうのね。これブッチャー T シャツとかね売ってますね。T シャツやばくない？トートバッグも販売してます。僕ね、俺ね、これがね食べたかったんだよね、この豚肉がね、美味しそうよね。うん、この豚肉が食べたくて。あ、肉の日に来ると。あ、そういうことね。29日。上肉惜しいね、あと10日だったね。肉の日に来るとこの肉がね増してくれるんだ。ブッチャー T シャツってあれだよね、多分。あ、そう、ブッチャー T シャツ、ね、あ、これね、これがブッチャー T シャツ。これブッチャーのこのね、前掛けなんだ。あ、山のように積まれたもやしと、でっかいチャーシュー。でっかいチャーシュー、ね、で、男のラーメンみたいな。あ、それでブッチャーみたいなね、うん、あ、そういうことね。こんな感じかな。男のラーメンとか。そうだね。あ、でももやしさん女性いない。あ、今日も女性一人もいないね。そうだね。あ、いたいた、一人ね、一人だけね、一人だけね、一人だけ入ってない。まあ、ジロ系寄りだよね。そうだね、ちょっとね、かなりね、寄りだね、うん、だけどさ、腸肉富士そばとかすごいもんね。これさっき見せましたけど、これ肉がね、こんなに乗ってんだからね、すごすぎるね。肉好きにはたまりませんな。たまりませんなって、どこの人たまりませんなって。でもね、急にちょうどやったんだ。肉が重く感じてくるんだよね、麺が多いとね。そう、だからね、この最初にね、肉食べないとね。そうね、きついよね。残すときついね。そう、きついね。美味しさがわからなくなるね。確かに。肉先の方がいいかもしれない。俺もさ、前も言ったけど、好きなもん後に食べたい方だもんね。肉とかはちょっと残しとくけど、そうそう、もう最後きつくなるから、最初から肉ガツガツいった方がいいじゃない。そうね。美味しさわかんなくなる。そうそう、それはあるよね。すごい、これ。これはすごい。これ。携帯こんな感じ。これ食べれないかもしれない。やばいよ。え、これ一枚盗もっかな、お肉。はいよ、全然盗んで。お肉一枚盗んでしょ。全然いい。え、これなんだろうね。なんか味噌っぽくね。あー、わかんない。聞いてみよう、後で来たら。やばい、これは。本当にやばい。でかい。すごいね。これラーメンなんで、伸びちゃうと思うんで、先にいただいてもらいましょう。すごい、スープがこれ。え、でかさやばい。これ、スープが。うわ、油すごい。油すごいね。どう？うまい？めちゃめちゃニンニク。うまい？え、ニンニク最高だね。すごいニンニク。あ、これ、多分好きだと思う。マジ？え、最高最高、最高です。もうこれ見て、麺がやばい。これ。あ、うまみで出てこんじゃん。うどんうどんじゃん。すいません、お兄さん、この上に乗ってるこれは何ですか？これニンニクです。あ、これもニンニクなんだ。やば。下が玉ねぎ。お、やばいね。今日みんなくせえよ。え、これでもさ、真ん中全部もやしってことだよね。うん、おー、やばくね。
これが富士そばね。結構極太。いや極太だよ。太麺の縮れぐらい。うん。いや極太。超極太。うどん。ほぼうどん。ほぼうどんね。また来ました。混ぜそばの明るみになります。はい。お店の際またお呼びください。はい。あ、それで私のは来ました。これはね、可愛くない？これ並べるとさ、可愛くない？すごい可愛く見える。350ね。そう、350と。700です、これ混ぜそばですね。赤富士のないかもしれないね。250じゃないかな。これがニンニクですね。混ぜて食べていきますよ。すごい。これはね、別に伸びないから一緒にいただきますよ。これ最初に卵潰しちゃえばいいんだよね。まず、もう混ぜ混ぜしちゃえばいいんじゃない。あれ、ひき肉も入ってるのね。合わせて。ありがとうございます。マジだ。ちょっとこのスープ飲んでみて。すごい。あ、でも待って、これもさ、極太。うん。超極太。やばい、難しい、混ぜるの。ちょっと下手くそだけど。全然いいよ。許してください。いただきます。はい。え、これ食べちゃう？はい。やばい、掴むのにさ、力いるね。いる。まあ、ほぼ丼なんだけど。お待たせしました。富士そば若豚の富士山盛りです。これちょっとね、やばすぎる。スープは手に気をつけてください。スープはおかわりできるんですか。すごくない？スープはうまくなる。これ、まあ、でも一発目ニンニクだよね、ニンニクからの、まあ、でも辛いっつってもそこまで。これね、スープ飲んで、ちょっと社長のいただきます。はい、いいよ。スープ飲んで。これすごいニンニク。すごい脂がすごい。え、めっちゃ美味しいじゃん。ねえ、すごいニンニクだよね。いや、なんかこってりだけどさ、そこまでこってりコテコテドロドロではないからさ、うん、飲みやすい。うん、美味しい。ね、美味しい。うん、この量が半端ない。これ見て。量やばいよ。これ一緒のラーメンと比べるとこれ。これ。ほらもう。これやばい。やばい。やばいよ。これ味付いてないんだよね。ついてない。すごすぎる。チャーシュー。先にいただいていいですかね。いいよ。ちょっとね、これね、すごく美味しくて最高なんですけど、やっつけないと食べれないんで、ちょっと音がね、入りづらいかもわかんないですけど、ちょっとこっちのカメラに変えますんで、すいません。申し訳ないです。いただきます。いただきます。いただきます。いや、これやばいよ。どうしよう。目が疲れるの。すごい美味しいです。うん。すごいよ。でもラーメンはキレキレ。まあ、例えるなら、名東ポテチーナ。名東ポテチーナ。これいつもと勝手が違うね。ねえ、いつもと勝手違うね。でもラーメンか。うちこれ普通のじゃん。ちゃんとお腹いっぱいだから。喋らんじゃん。え？止まるのはいい？いや、まだ。ちょっと待って。ん？俺？俺は、じゃあ今、あれだよ。休憩？休憩じゃないやつだよ。あれ、言っちゃうの？私ね、完食。もうやばい、もう食えた。俺も完食。この辺。待って。俺も完食。ギブ出るんじゃない？マジ？今日やべえじゃん。でも麺やべえ。いや、今日やべえ。やっぱいい。この1キロちょっと違う。社長よく食べたね、でも。ああ、もう、俺700だもん。でもすごい、すごい量だった。やっぱ社長すごいな。俺もう無理だよ、無理無理。もう誰に何言われても無理。じゃあ、うちも無理。はい。マジで勝ったじゃん、この前。間違いない。勝ったよな。間違いない。うん、確かに。オンは何で返す？オンはオンで返してくれると。確かにな。気合で返してくれ。頑張れ、一緒。これ結構苦しかったなって。これ食べきるわ。うん。だけどこれ台湾そばってこれね、最後ね、本当はね、このご飯入れて混ぜるんだけどね。一緒は普通にご飯食べたいでしょ。
お、専門が手を進めました。さすが、いや本当に直伝頑張って熊落とし、熊落とし今するどんどん出そうだ今はしない、シャートちょっと一気にガンガンっていっちゃえ、頑張って一気にガンガンって限界だから。でもだいぶ減ったよこれ、もうほぼないもん、師匠があとこんだけなんで、これがきつい、私がなんと頑張りました。でも無理、もう本当もうこれ以上が専務やるので、ね、ゲバハックもんでやめた方がいいよ、うん、せっかく美味しく食べたのね、戻してもたないもん。ラスト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 、頑張れ頑張れ、もっと美味しそうに食べろよでも相当食べたね、やれらしていくからね、はい、無理無理だ無理だろそれ。これね、すいませんちょっとね、うちのチャンネル初ですけどちょっとだけ残っちゃいました。でもさすがにもう量はね、もう半端ないんでね、あれでしたね。八重洲のラーメンブッチャーさんですね。あれからでした。はい。すいません。初お残し、すいません。はい。ちょっと残しちゃいました。ギブしちゃいました。このぐらいすごいです。すごい。めちゃめちゃ美味しいですね。美味しいです。ぜひね、こってり系が好きな方はね、あのチャーシューなんかもすごい美味しいんでね。チャーシュー美味しい。チャーシューだ。ね、美味しいよね。本当に美味しかった。ご飯と行きたかったね。ご飯と食べたかった。ぜひ来てください。はい、来てください。はい。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあね、みんな。バイバイ。美味しかったよ。